どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。ウルトラマンファイティングレボリューションゼロ、エースがちょっとなんかあの裏切ったっていうのかな、裏切ったというよりかなんか誰か化けてたのかなっていう気もするんですけど、まあ行きましょう。やはりエースは帰ってこないか。ああゾフィーと同じように入れ替わられたようだな。入れ替わられただね。やっぱりそうなんだ。なんか誰かが化けてたんだな。今回現れたテンペラー星人が黒幕でしょうか。それはどうだろうな。あいつは恐るべき宇宙人だが、我々を正面から倒して宇宙最強を証明するのが目的だ。今回もウルトラマンにわざわざ決闘を申し込んでいる。偽物を使うような小細工は使うまい。ああ、意外とそういう、だからなんか正々堂々としているタイプの宇宙人なんですね。ああ、おそらくだが、黒幕はもっと、何これ、陰険で、卑劣なや、読み方間違えた、ごめんなさい。卑劣なやつだ。もっとは、なんかね、悪びれたやつなんだね。悪びれたというか悪いやつなんだね。決闘までにスペシウム光線を取り戻さなければ勝ち目はない。トレーニングで取り戻してみせる。みんな付き合ってくれ。なるほどね。だがこの決闘にかかっているものは宇宙の平和だ。必ず勝つんだぞ。はあ、なるほどね。じゃあどんどんやっていきましょう。あと5回だから。ちょうど5人。違う。1人減ったのか。レオ、タロウ、ジャック、セブン。あ、4人だ。じゃあとりあえず、じゃあ順番でもう一回セブンからやっていきましょうかね。セブン兄さんとじゃあちょっと対決して。うん。だからまあ頑張って、本当にこれでスペシウム光線を取り戻さないといけないですよね。頑張っていきましょう。ここは負けらず。もう負けないで。負けないでっていうかまあ、本当に戦っていきたい。さあ行きましょう。バツバツバツと連続攻撃した時も続けて四角に繋ぐことができる。なるほどね。バツバツバツ三角。ちょっとやってみましょうか。ほいや。バツバツバツ三角。あ、ほんとだ。なるほどね。これでとりあえずゴリ押すこともできると。なるほど、なるほど。とりあえず、いろいろだから、必殺技をどんどん使っていけば、きっとその上で、勝手にゲージも集まって、なんか、回復していくのかなっていう感じもするんですよね。あ、でもなんか、だいぶなんかちょっと、慣れてきたのが、ちょっと、だいぶ楽になってきましたね。くらえシャーキン！よっしゃ、いいね。いいダメージがいった。これで多分ゲージがちょっとずつ増えていくんでしょうね。使えば使うほど必殺技に。くりゃ当たんね、よいしょぐらい！あとちょっと、あとちょっと！これだ、投げる、投げる！はい、来た！しゃあ！くらい！ちょっと遠くからシャキン！あ、避けられた、クソ！となればこっちだ。よっしゃい！避けられても大丈夫なように。ただでさえ強いテンペラーが、さらに強化されたら考えると恐ろしい。あ、スペシウム光線の感覚を少し取り戻した。こうやってどんどんやってって、行くんですよ。だから、どんどん感覚を取り戻していくっていうのがいいんでしょうね。行きましょう。ひたすら、だから、感覚を取り戻すね。まあ、やっていくに越したこと、いや、頑張りましょうなんと言えばいい、俺もなんて言えばいいのかわかんないけど。よろしくでーす。ほい。カウンターは闇込み出しても意味ありません。相手の隙の大きい技に使うのが基本です。なるほど。隙の、だから、あんまだから小さい、ジャブみたいなやつにカウンターしても仕方がないと。だから右ストレートとかそういう強いのに対してカウンターしてこそボクシングの話ですけどね。まあ、そういうダメージがでかいんだよって話ですよね。よくわかりました。頑張っていきましょう。とりあえず、ここはもう、頑張って、一人ずつ倒していくしかないですよね。経験をしていくしかない。あー、危ねえ！いけ！このピカーンって光るのなんだこれ。まあいいや。まあいいやっていうのもあれですけど、多分だから、ウルトラブレスレットが光ってるのかなっていう音ですよね。ウルトラマン、もうとりあえず困ったら背負い投げしましょう。こうやって、だから背負い投げとか投げて、ひたすら、ダメージを与えて。で、距離を取るで、クラッシャーキーンと、あ、倒した。あ、意外といけた。イエーイ。テンペラー星人はどこからあんなに大量のバキシムを連れてきた。言われてみれば確かに。少し取り戻した。あれだよ、バキシムの住んでる星とかあるんじゃない？きっと。そこからなんか呼んできたみたいな。呼んできたっていうか、なんかこう、テンペラー星人の科学的なやつで、なんかこう、異世界と異世界をつなぐ、こう、ブラックホール的な、そういうのをつなげて連れてきたみたいな、なんじゃないかなっていうのは僕もよくわからないんですけど、ああ、なのかなっていう、言いましょう。ああ、ジャンプはいろいろ使えるっていう話ですね。やっぱ俺、太郎かっこいいな。まあ、どのウルトラマンかっこいいんですけど、僕個人はやっぱ太郎が一番好きですね。はい。せいっ！ひたすらダメージを与えていくしかない。なんかこう、動きがアクロバティックだったんですよ。確か、太郎って。だからすごいなんか僕としては、
見てて、あの、楽しいっていうのがありますよね。小さい頃なんかそういうウルトラマンの特集みたいなのがあって、それで、あの、好きになったのを覚えてます。どちらかと言ったら。ちょっと待って太郎そんなボコボコにすることないでしょ馬乗りになって俺のことボコボコにしたぞ、今、本当に。そのいじめっ子がやり方だぞ、それ。ヒーローがやっていい技ではなかろう。あ、避けられた。あー、くそー。太郎そういうことする、すごい技でしたね、なかなか。びっくりした、今。なるほど。太郎はだから連続で殴ってきたりするわけだ。それは痛いな。ちょっと待て、本当にやめて殴る。痛い。よっしゃい。そうさせるかと。ここはパンチで、よっしゃ。距離を取る。それで空いたところへ。あ、くそ、タイミングがなかった。立ち上がってすぐに食らっちゃうみたいな、そういう戦法で行きたかったんですけど、無理だったら仕方がない。行くぜ！ウルトラマンあるある。ジャイアントスウィング、行くぜ、必殺技、シャキーン。あ、避けられた。となればこっちだ。やっぱさすがウルトラマンですね。ガードしてくると。自分から姿を見せない黒幕は嫌なやつですね。テンプラーの方がよっぽどマシだ。まあ、正々堂々確かに決闘を申し込むぐらいだからね。僕としては結構好感持てるような気がしますけど。さあ、レオとやりましょう。これ、あと一回誰とやろう。順番で言ったらセブンだけど。まあ、とりあえず、でもまあ、やっていきますか。誰でもいいんだろうね、多分、5回こなせば。行きましょう。でも、だいぶ5回も楽になってきた。ようやく、操作になりきたのかわかりませんが。スピリッツは強力ですが、効果にはそれぞれ違いがあります。使うタイミングに気をつけてください。わかりました。なるほどね。だから、それぞれ特性があると。だから、ゾフィーは、何でしたっけ？ちょっとやってみよう。よいしょ。これは、必殺技が上がるんだな。ダメージが。わかりました。これ、例えば必殺技ゲージが溜まった瞬間に使えばいいみたいな、そういうことなのかなっていう気がしますね。ゾフィーは必殺技。まあ、それは多分、それぞれの特性があるんでしょうかね。スピリッツのその持ち主の、なんかちょっと特徴に合わせた技だったりして。当たったらどうだ？おー、いいダメージがいった。これ多分だから、あれでしょうね。一回必殺技放っちゃったら、そのスピリッツなくなっちゃうみたいなパターンなのかなっていう。だから逆に言えば一撃必殺の技なんでしょうね。いって。ちょっとこれは危ない！ちょっと何嫌な予感がする！レオキック！レオキック直撃じゃねえか。あ、負けた！私はテンペラー戦士と戦ったことはありませんが、強敵にまず精神を強い。レオキック一撃じゃねえか！強い！マジか！一撃で負けた！じゃ、もう一回レオに再戦だわ、これ。レオキック一撃で負けた、これ。強い！マジか。はい、使うタイミング気をつけますよ。だから今度はだから必殺技を、のゲージが溜まった直後に使いましょう。はぁ、びっくりした。レオキック強い。一撃で負けたぞ、俺。なるほどね。レオは必殺技、レオも必殺技に強いのかな？てか、格闘技に強いんですかね、もしかしたら。うい、まあ、とりあえずどんどんダメージ当てて。今んところはだから結構負けてんな、でもこう考えたら。敗戦がいくつかあるっていうのはちょっと痛いですね。やっぱウルトラマンとしては。まあでもね、どちらかといったらウルトラマンというかヒーローっていうのはやっぱり負けて挫折をね、味わってから、さらにそこから強くなる。それをね、子供たちに教える挫折は決して失敗は成功のマザーといったところでしょうかね。うい、バイミスターといったところで。あれ言ったっけ、そんなことミスター。まあいいや。さあ行きましょう。いって。まあ、野球わからないからには結構ミスターって言っても伝わるかどうかって微妙なラインのところありますけど。うりゃ！さあ、行くぜ！思いっきり、シャキーンと！おお、当たった！よっしゃい！当たったのはラッキーだった。我々は決闘の間に何か起こらないよう、しっかりと見張っておきます。じゃあ俺が行くわけだ。スペシウム光線完全に取り戻した。テンプラーとの決戦に向かおう。というわけで次回ですね、このウルトラ兄弟たちの、ちょっとおかげでスペシウム光線の感覚取り戻したんで、テンペラー星人の戦いに行きたいと思います。次回もお楽しみに。じゃあね。